です、アドラー心理学を使いながらコーチングをやっていこうということなんですけど、でそうするとアドラー心理学のいろんなことをこの理解していくっていうことが大切 で対人関係論っていうね考え方があって、でこれがなかなかちょっとね、パッと分かりにくかったり、するようなので、今日は3点ほどですね、なんかこんな風に考えてみたらいいんじゃないかという解説をしてみたいと思います。はい、じゃじゃんと見えるかな。はい、このねコーナーっていうのはね、なんか結果は何によって出るかっていうと行動によって出ます。で行動は何によって生まれるかっていうと、その人の認知、要は考え方とか信じてることによって生まれますと。でまあこれは認知論の考え方なんですけど、で実はどんな風な認知行動が生まれるかっていうのは、誰を相手にしてやっているかに影響を受けますよっていうのが対人関係論の一つの考え方なんですね。でどういうことかっていうと、なんか普段はすごくこのね、人に頼っちゃうような考え方、行動の仕方をする人がいたとしてね、それは頼らせてくれる相手がいるからそうなっちゃうんでね、で頼らせてくれない相手だったりすると自分で何か考えて始めたりとか、もしくはすごく勇気づけしたり応援してくれたり、なんかライバルだと思えるような相手だと自分も頑張ったりとかねっていうことがこう起こるでしょうと。だからなんかね、こういうその人の考え方とか行動を捕まえて性格と言ってね、性格だから変わんないみたいに思うこともできるけど、どんな人間関係の中にいるかとか、誰相手にしてるかっていうことによってその人の認知行動パターン変わりますよって。変わるね。なんか上司相手だとペコペコするけど下には偉そうとかね、なんかこうなるじゃないですかね。だから実は相手との関連の中で考え方、行動の仕方が起きてますと。でそうするとね、実はこれが言えるんですね。個人の成果とか失敗っていうのは本当はなくてとかね、あと個人の問題みたいなものもなくって、全部システムね、要は対人関係の中で結果として出力される、起こる出来事なんですよということなんです。だからなんかね、部下のことを捕まえて、こいつはやる気がないとか能力がないとかね、で根性がないとかってその人の問題にするかもしれないけど、その人も一緒にいる人間関係ですねっていうのに、の出力に過ぎなくてねその人の問題じゃないんだよみたいなものの見方をすると。だからそうしたらどういうふうにコミュニケーションが変わっていったらとかね、人間関係が変わっていったら、その人がこの自分らしくとか周りと協力しながらパフォーマンスを出していけるかっていうことを考え始めるっていうことになるんですね。でそのためのヒントが何かっていうと、コミュニケーションがノンアサーティブだったりアグレッシブだったりすると問題が起きますと。でアサーティブだと解決の方に向かいますっていう考え方です。これはウォルピっていう人がね提唱し始めた、アサーションとかね、アサーティブとかって、いうものですけれにと関連するんですけれども、日本では平木のり子先生なんかがたくさん、本出されてますが、ノンアサーティブは自分のことを伝えないとかね、自分の気持ちを大切にしてそれを表現するということをしないということです。でアグレッシブっていうのは相手のことを尊重せず、相手に自分の考えを押し付けようとか、理解させようね、受け入れさせようと、相手を変えてしまおうという動きですね。で対人関係の中でこれをやってると問題が起きますよと。でじゃあ逆にアサーティブって何かって言ったら、自他尊重ですね、平木先生の言い方だと。要は自分のことも大切にするから、自分の気持ちも感じながら、自分の考え方も大切にしながら、それを表に出すと。で相手のことも尊重するんで、相手にそれを押し付けるわけじゃなくて、相手の考え方とか相手の状況も聞くと。でその上で相互理解を図って、相互に協力していけるようなコミュニケーションを取ると解決し始めるっていうことです。だから何かね、お子さんとでも部下とでも、問題が起こった時にというかね、なんかそこ問題があるなと思った時にコミュニケーションを変えてみる。で自分の思ってることも伝えてみる。ただ相手を傷つけたりとかねするためではなくて、でただ自分の状況を伝えて、相手の状況も聞いた上で、じゃあどうしたらいいのかっていうことをお互いに話し合っていくっていうことですね。で、まあ、そういうコミュニケーションを取ると変わってきますよと、ね、でさっきねシステムの出力結果で個人の問題というのではないんだよと言ったんですけれども、この問題というのをじゃあどうやったら変え、ね、問題がいつも出力されるの困っちゃうわけなんで、変えていけるかというと、実はアサーションというのにヒントがあるんだよと、まあ、こういう考え方になっているわけですね。これを踏まえた上で、じゃあどんな風にこれがね、コーチングの中で生かされていくのかと考えていただくといいと思いますし、僕がやっているコーチングの事例なんかをね見ていただくと少し分かりやすいんじゃないかなと思います。参考まで。